それでは輪郭の縫いし、つぶしの設定を行います。まずツールバー右から2番目のレイヤーをタップして、今下絵の描いた画像の一旦閉じますので、そしてこのレイヤーを選択して閉じます。続いてツール選択ボタンをタップして、塗りつぶしを選択タップして閉じます。そして設定を行います。ツールバー左から2番目の塗りつぶし設定のボタンをタップして、透明度そのままにして 72%、 指定レイヤーもそのままにして、レイヤーボックスを5に設定して閉じます。そして範囲選択した部分のところにタップします。
対して細かな部分も見逃さずに塗りつぶしてください。